肘のところゆっくりするのポイントです。じわーってゆっくりやると熱をね感じやすいです。臀部はねやっぱりね脂肪分が多くて冷えやすいので、ゆっくり柔らかくね落としてあげてるだけでもうわー気持ちいいって、ね、やっぱね言ってもらえるんですよね。はい、どうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日はセラピストオンラインアカデミー応用主義をやっていきたいと思います。応用の実技ですね、皆様前回までホットストーントリートメントやってきましたね、ホットストーントリートメントの5箇条、そしてホットストーントリートメントの足の後面の主義ですね、これをやってきました。今日はですね背中をやっていきたいと思います。ホットストーンで石を使ったオイルトリートメント、これの背中バージョンです。で、僕のトリートメントはシンプルで簡単で誰でもね導入しやすく、より効果が出やすいように作られておりますので、ぜひですね皆さんこちらの手技をね覚えていただいて、施術の前に入れていただいて、体をね温めてほぐして、ぜひねお客様がね本当に疲れが取れたとか、あったかくて気持ちいいって思ってもらえるように活用してみてください。では背中で使っていくホットストーンの種類説明していきます。背中で使っていくホットストーンは大きめです。この大きいサイズを使ってきます。で、もしこれが重いと感じる方、持ちにくいって感じる方はちっちゃいサイズでも大丈夫なんですが、背中はね範囲が広くてすごくね、冷めやすくなっちゃうので、なるべく大きい石の方が冷めにくく、しかも広範囲をまとえるので、この大きい方がおすすめです。持てるんであれば必ずこっちの大きい方でやってみてください。はい、ではオイル塗布をまずやっていきます。まずはねいつも通り手にオイルをなじませます。手にオイルをなじませると、そして石を持ってやっていくんですけど、大きいタオルの場合は1個ずついきます。1個ずつねこう回しながらオイルをなじませつつ手を温めてください。こういう感じで回していきます。くる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 っと、熱かったらね早く回せばそんな熱さを感じなかったりするんですけど、落とさないように注意してください。両手でねこう回しながら手にねすごく温度をなじませていきながら、全体的にエッジも使うのでほぼ全体的にオイルがなじむようにやってみてください。もう一つも同じようにオイルをしっかりなじませていきます。でお客様にね塗布する分のオイルをもう一度ね補給しましょう。ここでね補給をしといて、今ね手がかなり温まっているので、ここでねお客様に塗布する分のオイルをね温めていきます。ここでねちっちゃいやつだったら持てるのでこうやって温めることができるんですけど、大きいのだとこうやってやるとね手がはみ出ちゃうので注意してください。よろしくお願いいたします。塗布していきます。でね、もうこう手がね尋常じゃなく温かくなっているので、もうね、お客さんはあったかってなります。本当にね温度のドーピングしてる感じですね。で、背中は全部行き当たらないので、一旦ねオイルはね補給してしっかりね温めて、腕もね腕までしっかりね塗布しておいてください。特に二の腕はね冷えやすいので、この手のあったかさはねお客さんからしたらすごいってね感動されます。はい、でオイル塗布が終わったらエフルラージュもそのままやってみてください。エフルラージュの後に組み込んでいきます。なんでオイル塗布が全部終わったらこうね戻ってきて、そのままエフルラージュ3回やってください。こうやってね3回エフルラージュを、もう今からトリートメントしていきますよっていうね、ぐっと大きく包み込んで、はい、でエフルラージュが3回終わったらですねやっていきたいと思います。3回終わったら次ですね。はい、ではエフルラージュまで終わりました。ここまではねいつもの流れなので、ささっとねいつもみんなやってる流れなんで覚えてやってみてください。では続いてやっていきます。続いてですね、ホットストーン、この大きいストーンをね、さっきねオイルをねしっかりなじませてやるホットストーンです。で、これもね温度チェック必ずやってみてください。皮膚の薄いところにやって、熱くないかな大丈夫かなって必ずチェックをしていきます。でオイルがね塗布している状態で今のように必ずなじましてからやっていきます。これも同じです。石を1回コンって当てて、今からホットストーンでトリートメントしていきます。熱かったりしましたら遠慮なくおっしゃってください。ではまずやっていく前に必ず温度の確認ですね、それではホットストーンでトリートメントしていきます。もし熱かったりしましたら遠慮なくおっしゃってください。ではよろしくお願いしますって言って音を鳴らす、1回だけね。でその後エフルラージュの夜でゆっくり入って滑らしてエフルラージュによるで温めていきます。グッと首の根元
頭でスッとね。で一回行ったらここでねくるんってひっくり返せます。もう一回いきますね。脊柱起立筋沿いをゆっくり沿わせて、臀部をしっかり温めて、で戻ってきて肩先まで戻ったら肘までゆっくりじわーっと温める。このね肘のところゆっくりするのポイントです。ここね冷やすいってさっき言いましたよね。ここねだから戻ってきた時にじわーってゆっくりやると熱をね感じやすいです。でここも戻って首の根元でキューッと持ってくる。でひっくり返して上に行く。はい、これ3回やりますね。フルラージュ、もうこれだけでもね本当にね緩んできます。あー気持ちいいなーってなってね緩んでくるんですけど、骨注意してくださいね。骨の上通ってもいいんですけど圧は必ず入れないように注意してください、はい、で続いて、フルラージュの要領で上まで行って、このね骨に気をつけながら骨盤に当てないようにくるっとターンをして来てください。圧を加えずに行けばこのままここでターンしても特に不快にはならないので、骨注意しながらターンして骨盤とかね背骨に当たらないように、当たったとしても圧を加えないようにターンをして、こういう風にね、この位置にまた来てください。で、手根を使ってこうお尻パカッて割るような主義皆さんやりましたよね。その要領で仙骨から筋肉を剥がすように落とす。で引き上げる、落とす。で引き上げる、落とす。引き上げる。で骨注意してください。ここね腸骨が当たりやすくなってます。圧を加えずスムーズに戻ってください。圧を加えちゃうと痛いんですけど、圧を加えなかったら痛くないです。で圧加えるのはこの仙骨からちょっとね手根側に少し圧を入れて、大天使と腸骨の間に落ちていくところはしっかり圧が加わってます。ここから落とすときにこっちにね手根側に高圧を加えてるイメージです。こういうふうにでこう加えているので、手根側にしっかり圧が入り落としていくイメージですね。手根側にこういう圧が加わってます。こうです。だから面全体は触れてるんですけど、圧のポイントがねその骨当たらない場所に移動してるってことですね。腸骨と大天使の間に落としてきてます。で落とすときにゆっくりじわーっと、戻るときに少し早く戻ってじわーって温めながら。お尻ってねすごく冷えやすいです。臀部はねやっぱりね脂肪分が多くて冷えやすいので、ゆっくり柔らかくね落としてあげてるだけでもうわー気持ちいいってねやっぱね言ってもらえるんですよね。この手技ができたら続いてこの仙骨沿いをねこうちょっとね一旦軽くゆっくりうーって上行って、ここもゆっくりゆっくりゆっくり腰のね起立筋沿いを行って、包み込んで、くびれのとこで包み込んでまたここに戻ってくる。もう両手フリクションを、まあ、肩甲骨でもやってきたような動きですね。この腰って言われる仙骨をちょっと温めたいんで、仙骨のあたりをゆっくり行くんですよね。でここの腰のと筋肉も起立筋沿いのやつも温めながら横に行って、また臀部まで戻ってきて、こういう動きです。仙骨沿いを温めたいなっていうイメージですね。仙骨ねすごく温めるのいい感じなんで温めていきます。まあね置き石もしてたのでねすごくねほぐれやすくはなってるので、これをね何とかね